汎用ロボットによるプレス加工の自動化、デジタル化、無人化を実現するシステムインテグレーション。プレス機械を知り尽くした篠原プレスサービスだからこそできるプレスと周辺装置、そしてロボットを組み合わせたトータルソリューションエンジニアリングです。これはコンパクトな25トンプレスによる目落とし加工のシステム。システム導入前は一人の熟練作業者が 3,4 台のプレスを操作していました。できるだけコンパクトにするということを心がけてまして、ある程度やっぱり今の段取りっていうのは崩したくないので、それに沿った形で、新しいものを加えていく。導入後はメカ的なインデックスをサーボ化して段取り時間の短縮を実現。従来は半日かかっていた段取り替えをデジタル化、プリセット化することでワンタッチで誰でも簡単に行うことができ、技術の伝承も機械化します。人手不足と、生産性の向上ですね。お客様の目標としてはですね、1000枚を22時間で打ち切ってくださいと。ですけども、その実際やるとですね、1700枚ぐらいを22時間ぐらいで。既存の金型に合わせた台セットも開発。割り出しの精度出しでバックラッシュも解消して製品精度が向上しました。汎用多関節ロボットを採用することで、製品仕様に変更があった場合でも柔軟に対応することができます。インターフェース版および操作版ではプレスとインデックス、ロボットを一つのパネルで統括制御することができます。篠原プレスサービスならではの独自ソリューションです。お客様にとってやっぱり使い勝手がいいもの、オペレーターの方が直感的に触れるものっていうものを目指して制御していますので、もちろんこちらからこういう形でどうですかっていうご提案をしますし、お客様からこうしてほしいとかっていうリクエストがございましたら、それに合わせて、柔軟に対応しています。スタッカーや位置決め装置、二枚取り検出装置など周辺装置も独自に開発。パレットはお客様が使用している標準品を採用して無人化を実現しています。安全策も一括施工しています。こちらは汎用ロボットによるバラ積み部品の自動制御システム。3次元ビジョンセンサー、そしてモーションプランニング AI による完全ティーチレスなピッキングとプレス供給を実現した最新鋭の自動化ソリューションです。無人さんのプログラムっていうのは あくまでもロボットを制御するところに特化していますので、例えばそのままプレスに挿入する、もしくは連動をかけるラインの中に入れるっていうところまではやはり制御はしきれない状態になります。そこで私ども篠原プレスサービスにご依頼いただければ、無人さんを使ったシステムインテグレートということができます。プレス の持っている本来機能を失わないようにして、必要な機能を後から付け加えていくということですから、こういういろんな制約がありまして、制約を乗り越えて、希望する形にしていくというところが非常に難しい、ノウハウが必要になるかと思います。装置を作る上でメカ設計、電気設計、いろんな部署が一箇所にいますので、お客さんから聞いてきたことをすぐ相談できるんですね。お客様の多様なオーダーに合わせてプレストロボットの統括制御を実現。簡単操作で多品種、少量生産に対応する生産効率を徹底追求した自動化システム。すべてのプレスユーザーのために、篠原プレスサービスはお客様に最適なワークロボ活用ソリューションをご提供しています。